ちは。こんにちは。豊さん、はい、先ほど大変なニュースが飛び込んできました、ね、はい、寝込み襲われたみたいなニュースだったんだけど、はい、ジャイアンツの選手がコロナに感染したということで、はい、感染というか陽性反応が出たのが、はい、丸選手、中島選手、うん、で再検査で若林選手、うん、であと濃厚接触者ということで、うん、亀井選手、増田選手、北村選手の6選手が、うん、この度抹消ということで、そうだね、この主力のメンバーも含まれてまして、まあ、それはやっぱ丸とか、はい、丸はねちょっと状態が悪かったからあれだけど、まあその中島だとか、はい、若林、はい、まあ、そういった人間が抹消になるというかね、はい、そういうのは非常に、まあ、ジャイアンツにとっては痛手だし、はい、それと濃厚接触者ということで、はい、まあ、亀井、増田、北村、この3人も、まあ、一軍にいる選手でさ、まあ必要じゃないっていう選手は全くいなくてさ、はい、でもその中でまあちょっと痛いよね。でジャイアンツのその、ね、今の状態を見るとピッチャーよりやっぱバッターなんだよね。やっぱ点が取れない、その中でなんかこの重要なメンバーが抹消されるということは非常に痛いよね。ただまあヤクルトもね、はい、まあ、こういう事態が先日起こり、まあ、青木だとか内川だとか2週間の隔離はもう決定してて、で山田が濃厚接触者じゃないかっていうことで再検査の末、まあ、帰ってきたけど、まあ、今もう故障でちょっと戦列をそうです、ね、スタメンを張れないような状態かな、はい、まあヤクルトの頑張りっていうのはすごくなんかコロナによって結束はしてたんだけど、結束がこう固まったというかさらに強くなったというか、はい、まあ、そういうことで成績的には、まあ、村上がね頑張ってるような状態なんだけど、まあそんなに落ちてないという、はい、ただやっぱこれは長くは続かないよね。やっぱこう主力だとかそういった人間が早く帰ってきてくれないと。でもやっぱジャイアンツがこうなるっていうのは、まあ、ジャイアンツっていうのは PCR 検査とかも本当にキャンプの時も慎重に行っていて、はい、でここでこうなるっていうのがねすごく不運だなと思うんだけど、はい、まあその代わりに秋広とか立岡勝樹がなんか試合前の練習に参加した、まあ、おそらく登録されると思うんだけども、はい、まあ、昨年ロッテがねやっぱこうシーズンの終盤に、うん、コロナの感染者が出て10人ぐらい入れ替えしたのかな、はい、その中に藤原という選手がいてね、はい、若手で、はい、まだ一軍に上げるつもりはないって言いながらもうチームがそういう状況になったんで、まあ、仕方なく上げたら、うん、もう大活躍をしたと、ね、ブレイクをしたという、はい、だから今回の秋広が一軍に招集されるっていうのは、まあ、ピンチはチャンスということでね、はい、まあ、チームはピンチなんだけども秋広にとってはチャンスだし、そうですね、まあその藤原みたいにうまくいくかどうかは別問題として、まあ、チャンスを与えられたわけだから、うん、頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はい、で2軍で1割8分8厘かな、うん、でも2本のホームランを打ってるということで、はい、バッティングの状態もなんか非常に1軍にいて迷ってる頃よりもなんかすっきりしてやってるという、うん、でまたなんか一軍の環境が似合いそうな選手だしね、だからそこら辺はすごく期待をしてますよ、はい、一度こう2軍を経験して再登録っていうか、うん、また一軍っていうことだとまた違いますかね、うん、気持ちを整理できるよね、はい、で一軍でこうパンパンに精神状態も張ってたものが、はい、一回二軍にいてちょっと見つめ直すとか、はい、で一軍で経験したことを整理するとか、はい、でまた新たに阿部慎之助二軍監督に言われたこと、そういうことを実践しながら今気持ちが多分すっきりしてるような状態だと思うんだよね、はい、だからその一軍でいいピッチャーオープン戦の時に当たって三振をこう重ねてた、そんな状態じゃないと思うんだよね、うん、でもっともっとこう自分のいいところを、はい、アピールできるような状態で上がってきてると思うんだよね、はい、だから非常に期待してますよ。まあこういうことがあってね、
暗いニュースなんだけども、はい、でも何かやっぱファンの人たち、そういう人たちに心配だけじゃなくてやっぱ楽しみも与えていくのもプロ野球かなっていうふうに思うしね、はい、頑張ってほしいなと思うよね、はい。まあ、このまだ序盤始まって開幕してそんなに経ってないですけど、うん、まあ、このタイミングだったからまだ良かったっていうふうに考えた方がいいんですか。うーん、まあ、難しいよねこれはね、はい。まあ、タイミング的にはさ、その優勝争いを完全にしててね、で一騎打ちになってるとか三強になってるとか、そんな時にこういう状態よりも、はい、やっぱりまあ、いつ起こるかわからないようなことなんだけども、はい、まだこういう時期でなんかチームに、うん、チームがこう勢いが出てなかったし、はい、でなんかすごく試行錯誤しながらやってたチーム、はい、まあ、巨人はね、なんか足取りが重いというか、一つ勝つのにも重いし、なんか引き分けがやたら多いしということで言えば、なんか気分はなんかこう変えられるのかなっていう、うん、こういうことで、はい、だからそれが決していいことではないけどね、はい、コロナが感染しないっていうことが一番なんだけど、でも何かこう変化を与えられるというか、まあ、そういうことで言えばなんかすごく秋広にも期待しちゃうし、はい、なんかもう一つこう結束というかね、はい、で主力が打てないような今状況にあって、うん、やっぱもうやらざるを得ないじゃない、はい、こうなってくると、うん、俺たちがやらなきゃいけないって、このままずるずるやる落ちていくわけにはいかないとかね、まあ、決してチームの状態は悪い状態ではないんだけども、はい、なんかすっきりしない状態なだけにね、まあ、こういうことを、まあ、ヤクルトが結束をして、あ、これはもう絶対負けるわ DeNA にって思ってるところを、11点取られたら11点取って追いつくようなゲームをね、はい、感動的なゲームをしてくれるし、はい、でジャイアンツにも勝つしっていうようなことで、だから、まあ、決してこう戦力がダウンしたからって負けるっていうことはやっぱプロとしては許されないと思うんだよね。だからそこら辺を試行錯誤しながらでもね、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思いますよ、はい。うん、まあ秋広だけじゃなくてね、他に立岡もオープン戦の時は調子良かったし、はい、勝つ気もチャンスをもらったんだから、このチャンスをみんながものにするような形で、はい、まあ、なんかこう結束、本当に結束をしていってほしいなと思いますよね、はい。それでもう一つはその原監督がどういうふうに、まあ、打順をね、もう今日からいじってくるのか、はい、どういうふうな手を打ってくるのか、まあ例えばヤクルトだったら2番にキャッチャーの中村を入れてきたって、マジかみたいな、そういう采配があったけど、はい、だけどなんかそういったね、監督の采配も見られるということで、はい、まあコロナになった人は早くね復帰をすること、だけどその間に原監督がどう試行錯誤しながらチームを支えていくのか、でどの選手がこの危機を支えていくのか、まあヤクルトで言えば村上が支えてるよ、塩見と、うん、村上は素晴らしいと思うよね、うん、だから岡本が今状態が悪い、やっぱり4番が打つね、ここに期待したいと思います、はい、ね、まあ早くの復帰、一刻も早い復帰を願ってますね、巨人頑張れ、はい。